つも亀チャンネルをご覧いただきありがとうございます。いつもあの外のビオトープは見てもらえるとですけど、今日は室内のメダカたちば見てもらおうかなと思ってます。よう見とってくださいね。これちょっと問題がある水槽なんですよ。ちょっとじゃなくてすごく問題があります。この水槽は今年の1月にアクアリストになりたいと思って立ち上げたちょっと珍しい50センチ水槽です。でですね、これまあパッと見綺麗やから問題なかやんって思うでしょうけど、実はある大きな問題ば抱えております。もう一つの水槽ば見てもらったらもしかしたらわかるかもしれませんので、こちらをご覧ください。こっちの水槽がですね、4月に立ち上げた水槽で、安らぎアクアチャンネルさんのプレゼント企画でいただいた水槽です。むちゃむちゃ調子が良くて、もうご覧いただければ分かる通りメダカたちも元気でですね、もう何一つ問題はなかったですよ。でさっきの水槽が何が問題になるかっていうのは、エビがですね1匹もおらんごとなったとですよね。なんでですかね。最近気づいたんですよ。気のせいかと思ってたんですけど、やっぱりいないんですよね。ということでちょっとそれを調べたいと思います。で何回見てもやっぱおらんけんですね、このテストペーパーでpHを見てみたいと思います。これが中に入ってる容器ですね。この中に試験紙と比較する表が入ってます。でこれが試験紙で、これが比較表ですね。試験紙は20枚入りなんですけど、もう何回か使ってるんで、あと15枚ぐらいかな、残ってるのは。ちょっとそれで調べていきたいと思います。調べ方としては、飼育水をスポイトで、吸ったやつをですね、この試験紙の上に1滴垂らします。ほんで、すぐにさっき の比較する表と見比べるっていう風に書いてます。1滴垂らしますね。はい、これでいいんで、あれなんか色全然ついてないですね。あれこれなんかおかしかこれ違うこっちじゃもう一回やりますねはい、垂らしたんですけど、なんかいまいち色がわからんですね何これって感じやけど、まあとりあえずこれが結果ですね。じゃあ次はすいません、笑い上手なもんで、綺麗な水槽ですね。こっちでちょっと試してみます。で垂らしてみたんですけど、なんかいまいちわからんですね。なんかこの試験紙って、前も使ったことあるんですけど、なんかいまいちなんですよね。分かりにくい。全然分からんですね。見比べても何がどうかって全然分からんですね。ちょっとこれじゃ判断できないんで、ちょっと次いきます。ちょっとメーカー変えてみました。テトラさんの6 in 1っていう商品ですね。こちらちょっと気になったんで、買ってきました。気づいちゃいました？
今商品きれいに見せようと思って下下げて下げてたら下げすぎて水に浸かってましたね準備ができたんで中身を見ていきたいと思います。こちらがですね、これが入ってました。なんか筒状のやつですね。これを開けていくんですけれども、今爪で開けてるんですけど硬いんですよ。これようやく開きました。なんかこれかっこいいですね。海に手紙流す時みたいな感じですね中にはですね試験紙が25枚入ってます。あと説明書も入ってますね。こんな感じで色がついてまして、今手に持ってる方が持ち手になりますね。はい、これを水に1秒つけるみたいです。その後水を切って、60秒待ちます。その後この見本と見比べていくみたいですね。それでは早速試験紙をつけてみたいと思います。もう2秒ぐらいいきましたねティッシュとかで裏側から水を吸わせて水を切る感じですね。これで60秒待ちます。なんか思いっきり色ついてますね。嫌な感じがします。では一番上から見ていきましょう。うわ、一番マックスですよ多分これ。うわー、これダメなとこですね。いきなりですよ。うわー、多分これ250オーバー。2つ目はセーフとアウトの中間。次3つ目は OK かな。やばいですね。3つ目でもう2つ NG 出てますからね。あ、やばいなこれ。とりあえず1個 OK 出ました。次は OK ですね。あー、 OK ですよ。あと2つ、あと2つも大丈夫そうかな。まあまあギリギリセーフみたいなとこがやばいのはやっぱりこの NO3 って読むのかな、硝酸塩。これがやばい。もう大幅に超えまくってる。いや、そんな気がしたんですよね。あらら。説明書を見ると理想的な硝酸塩レベルは 25mg 以下です。 50mg を超えたら部分水替えを行います。水草を植えている水槽ではテトラなんとかで CO2 を添加し水草の成長を促進させます。テトラ維持やバランスまたはテトラ。ちなみに調子いい方のやつを測ってみますね。どうでしょうか。あら、なんか全然違いますね。なんかピンクのレベルが全然違う。あ、やっぱ全然違うんですねこれ。ちょっと光って見えませんけど、わ、全然違いますよこれ。わ、すごい。この試験紙これ使えますね。最初測ってたあの試験紙何だったんでしょうねまあ私の使い方が悪いのかもしれないですけど、いやー、これはこのテトラさんのやつすごくいいですね。これは勝って正解でした。まあやることがはっきり分かったんで、まあとりあえず今から水替えやります。
私ですね、今まで水替えってあんまりしたことないんですよね。足し水で、やっぱそれが良くなかったんでしょうね。よくアクアリストの人ってプロホースってやつを使われてますけど、あれ欲しいんですよね。でもちょっと高いんですよね。だから私この安いやつでやってます。今日は3分の1ぐらい変えて、新しい汲み置きの水を入れてます。いつものこの園芸用の浄炉ですね。あとはガラス面の掃除と、ちょっと水草もボーボーなってるんで、きれいにしてこう水の循環を良くしとこうかなと思ってます。なんかですね、水草も最近ちょっと調子が悪いなっていうのは気づいてたんですよね。差し戻しとかしてるやつがなんかいまいち育ってないな、なんか枯れてきてるなっていうのは気になってたんですよね。この水槽立ち上げの時から見ていただいてる方はご存知なんですけど、上にですね大きい枝流木を乗せてたんですけど、これ入れちゃうとですね、生態の泳ぐ場所もちょっと少なめになりますし、水草の成長も悪いですし、光が当たらなくなるっていうのはもういいことなかったんで、先週外しちゃいました。もうシンプルでいきます。こちらが綺麗になった後の状態ですね。なんかだいぶすっきりしました。なんか気持ち的にもすっきりしましたね。あとはこの1回だけの水替えでは硝酸塩の数値もまだまだ変わらないと思うんで、数回に分けて水替えをしていきたいと思います。早くですね、以前のようにもう南さんがいっぱい増えてもう困るっていうぐらいなってくれたら嬉しいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。試験紙の詳細については概要欄の方に記載しておきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。